ビーバス。はい、ここを登録してね。ベビーバス数学大冒険12話、大魔王をやっつけろ。キキ、どうしてまたここに？僕にもよくわからない。もう一度やってみよう。一体どうしてなんだ？キキ、こっちよ。面白い。魔法がかかってるのかな。ドアの上に数字が書いてある。これ見て、テーブルの上に数字と変な符号が書いてある。引き算みたいだけど。引き算？うん、数字と数字の間にあるのが引き算の符号。前の数字から後ろの数字を引けって意味さ。引き算の問題を解いて、答えが書いてあるドアから入ればいいみたいだ。きっとそうに違いない。でも足し算はわかるけど、引き算は全然わからないわ。みんな引き算のやり方知ってる？みんな、キキ、ミュウミュウと一緒に引き算を勉強してみよう。一緒に行ってみよう。ベビーバス、キキ、ミュウミュウ、数学、ヘルプミー。 2-1 はいくらかな。ジャンジャンがアイスクリームを2個持ってる。1個食べたら残りのアイスクリームは何個かな。アイスクリームを2個持ってて、1個食べたらアイスクリームが1個残るだろ。だから 2-1 は1なのね。正解。 2-1 は1。もう引き算できるよね。 2-1 は1だから、一番のドアから入ればいい。新しい部屋に出た。成功。新しい引き算の問題よ。3-1はいくらかな。ももがドーナツ3個持ってて、1個食べてしまった。残りは何個かな。ドーナツが3個あって、1個食べたら2個残るね。だから 3-1 は2。ピンポン、2番のドアだ。5-1は？5-1は4。5-2は？5-2は3。5-3は？5-3は2。5-4は？5-4は1。4-2は？4-2は2。3-2は？3-2は1。やったー、魔法の部屋から出れたわ。キキ、ミュウミュウ、意外とやるな。あんなにたくさんの問題を全部解いてここまでたどり着くとは。大魔王、みんなはどこだ。キキ、ミュウミュウ、ここにいるよ。
今度はお前らの番だ。こんなもんじゃない、本番はこれからだ。これでどうだ。道理で簡単にここまで来たと思ったらお前の仕業だったのか。魔法の水薬だ。キキミュウミュウを助けるいい方法を思いついた。キキミュウミュウ、こっち握って。この水薬さえあれば人数が増える。そしたら大魔王を簡単に退治できる。やめろ。こんなはずじゃ。やっと解放された。トゥトゥ、キキ、ミュウミュウ、助けてくれてありがとう。本当にありがとう。俺なんて水臭いよ。そうよ、友達じゃない。これからは僕の魚フライ分けてあげるね。あ、お腹ペコペコ。僕も。本当、大魔王が作った食べ物マジでまずかった。ハクシ。だ、大魔王様。この役立たずめ、早くほどけ。キ、ミュウミュウ、次はまとめて捕らえてやるぞ。不思議な魔法の木。これからどうする。イエローパワー、ブルーパワー、俺たちの力を見せてやろう。イエーイ。これを受けてみろ。情けないよ、こんな負け方するなんて。早くみんなのところに連れてけ。まとめて捕まえて大魔王様のところに連れて行ったら褒美がもらえるかも。よし。イエローパワー、ブルーパワー。ここって砂漠じゃない？うん、そうみたい。怪物たちはどこに行ったんだ？どうする？うん。見てごらん、大きな木がある。あそこに行ってみよう。うん。ほら、あそこに扉がある。階段を登ってみよう。うん、ちょっと待って、これ見てみて。この階段ちょっと変わってる。変な数字が書いてある。そうね、早く登ってみましょう。
ここ、とっても暑いわ。ふん。あ、ここにいたな。俺たちがここにいることを見つけるとは、なかなか賢いな。みんなはどこにいるの？上に。だから、この木に閉じ込められてるっていうのか？そうだ。しかも一番上にいる。お前たちに行けるかな？早く助けに行こう。うん。へへ。この階段を甘く見るなよ。大変。マジでしんどい。間違えたら罰ゲームもある。罰ゲームですって？うん、嘘つくな。罰ゲームなんて最初からないんだろ。あ、信じないのか。ちゃんと見ろ。まったく。なんて悪いやつ。俺を騙したわ。横に書かれている果物の数と階段の数字が一致すれば通過できるみたいだ。ほら、1階の階段にイチゴが1つ書いてあるだろう。だから1を踏んで上に上がればいいんだ。どうしてそれが分かったんだ？考えれば分かるよ。果物の数と関連があるって。はん、頭は悪くないことにしておこう。それじゃあその方法で上に上がろう。みんな、キキとミュウミュウが無事に数字の階段を通過できるよう一緒に数えてあげてね。ここはイチゴが1個ね。どの数字を踏んだらいい？1個だから数字1を踏んで。はい。今度は僕が数える。1つ、2つ、2個だね。どの数字を踏んだらいいかな？2個だから2を踏んで。はい。今度は私の番。一つ、二つ、三つ、いちごが三個ね。だから、三。はい。うん、僕の番だ。一つ、二つ、三つ。あ、三の次は何だっけ。あ、そうだ、四だよ。いちごが四個。はい。ここには一つ、二つ、三つ、四つ。四の次は何？え、みんな、四の次は何？わかった。こうよ。みんなもわかった？はい。もう上手くできるよ。みんなももうできるかな？それじゃあ早く上に行こう。はい。ん？はい。お。やっと登れたわ。ここまでは大したことない。この扉は絶対に通れないぞ。ざわ行くか。この扉を開けるにはパスワードがいるみたいだ。パスワードは何かしら。この扉は大魔王様だけが開けられる。お前たちには絶対に開けられないさ。ということはお前たちも知らないってこと？知らない。しかもこの扉のパスワードは毎回変わるんだ。じゃあ間違えたらまた罰ゲームなの？ない。じゃあ数字を一つずつ全部押していけばいい？ダメだ。そんなことをしたら時間がかかりすぎてみんなが危険だ。テト、この果物がパスワードと関連がありそうだ。うん、そうだよ。そうでなきゃ毎回変わるパスワードを覚えてられないよ。
見てごらん、リンゴ、レモン、バナナが変わり続けてる。わかった。階段を上がるときと同じように果物の数字がパスワードと関連あるぞ。みんな一緒にリンゴの数を数えてみよう。え、早く一緒に数えてみて。1つ、2つ、3つ。リンゴ3個だからリンゴは3。えへへ、時間がないぞ。パスワードの鍵を回すたびに残る時間が減っていく。1つ、2つ、3つ、4つ。今度はレモンが4個だね。ミュウミュウ、今度はバナナを数えて。うん。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。バナナが5本。バナナは5。おお、パスワードが一致しました。これでいいよな。手を離してもいいだろう。俺たちどうやって抜け出すの。大丈夫かい？トゥトゥ、僕は大丈夫だけど、ミュウミュウが木から降りれないでいるんだ。僕は水に落ちて一時的に魔法が使えない。困ったな。トゥトゥが魔法が使えないとミュウミュウはどうやって救えばいいんだ？方法がある。ひなこさん、こんにちは。僕はキキ。ミュウミュウが木の上から降りれないで困ってるんだ。助けてくれないかな。あ、これでもダメか。階段を作らなきゃ。どうしたらいいかな。一緒に行ってみようか、ベビーバス。キキ、ミュウミュウ、数学、ヘルプミー。キノコの数が一つずつ異なる階段が作れる。最初は1個、この次は2個。隣り合わせのキノコの数が一つずつ差があるから、上にだんだん上がっていけばキノコは全部で何個必要かな。2の隣り合わせの数は何かな。2の隣り合わせの数は1と3だね。3の隣り合わせの数は2と何。そう、4だね。ミュウミュウに近づいてる。頑張って。早く俺を出してくれ。まったく。レッドパワー大丈夫？ここはどこだ。
多分木の他の層に落ちたみたい。熱気球、熱気球がどうしてここに？あいつらは川の上流に落ちたはずだ。熱気球は川に流されてきたんだから。じゃあどうする？川の上流に行ってあいつらを捕まえるんだ。でもどの道を行けばいい？え？うん、うん、誰かに聞いてみよう。すいません、川の上流に行くにはどの道を行けばいいですか？川の上流ならどの道を行ってもいいですよ。1個のイチゴと3個のイチゴの両方が隣り合わせになっている道が一番の近道です。1個のイチゴと3個のイチゴの両方が隣り合わせになっている道はどれだ？1個のイチゴと3個のイチゴが両方隣り合わせになっているなら当然2個のイチゴの道だろう。こっちだ。ああ、最近その道には荒っぽい牛がいるって聞いたけど。牛、怖い。ふん、牛ぐらいで。こんなことして危険な目にあったらどうする？そんなことないさ、俺を信じろ。絶対ないさ。どうだ、危なくなんてないだろ。本当だね。レッドパワー本当にすごい。当たり前さ、牛なんて怖くない。どうしよう。レッドパワー待って。レッドパワー待って。完成。何事だ。怪物たちがついてきた。へい、赤な牛、ここここだよ。イエローパワー、イエローパワー、早く助けて。こっちこっちだよ、こっちだよ。バカな牛、まぬけな牛め、こっちだよ。キノコの階段がまた壊れた。大丈夫、また作ればいいさ。みんなも手伝って。僕と一緒に行ってみるかい？ベビーバス、キキ、ミュウミュウ、数学、ヘルプミー。隣り合わせのキノコの数が一つずつ差があったら階段を作ることができる。2と1つ差がある数字には何があるかな？そう、2と1つ差がある数は1と3だ。みんな、4と1つ差がある数は3とあと何があるかな？そう、こうだよ。わあ、やったね。キノコの階段の完成だ。みんなありがとう。ミュウミュウ、早くキノコの階段を降りてきて。キキ。ふっ
本当に大変なことになるとこだった。怪我はない？うん、大丈夫。ところで、ここはどこ？せっかく芽が出たのにどうして大きくならないのかしら。困ったな、魔法の杖を使い果たしてしまった。魔法の杖がなかったら大魔王の城まで行けないんですか？心配するな、あそこの花に魔法の杖がある。杖？どこにあるんですか？それが、杖は朝まで待たなきゃならないんだ。じゃあ一休みしよう。明日早起きしなきゃならないから。はい。早く行って梅雨を探そう。梅雨を一滴見つけたわ。あ、僕も一滴。うふん、梅雨が3滴必要なんじゃ。3滴？じゃああと何滴必要なの？大丈夫、僕に任せて。一緒に行ってみよう。ベビーバス、キキ、ミュウミュウ、数学、ヘルプミー。キキとミュウミュウが1滴ずつ持ってるから、あと何滴必要かな？2に何を足したら3になるかな？わかった、2たす1は3。その通り、だから梅雨を1滴だけ探せばいい。それじゃあ最後の1滴を探しに行こう。最後の一滴はどこにあるのかな？見つけた！見つけた！梅雨が3滴集まったぞ。それじゃ早く魔法の豆に振りかけよう。こうすればいい？静かにしろ！じっとしてろ！やっと静かになった。おとなしくしていればおいしいものを作ってやるぞ。これはお前の分。これはお前の分。これはお前らの分。どうして食べないんだ？魚のフライは二人で分けて食べろ。どうやって分ける？分けられないなら食べるな。僕が分けるよ。本当は一人で全部食べたいけど。どうやって分けたらいいかな。5匹だから僕が4匹、ジャンジャンが1匹。僕が1匹、ジャンジャンが4匹。あるいは僕が3匹、ジャンジャンが2匹。僕が2匹でジャンジャンが3匹に分けられるね。
ちゃんちゃんの方が大きいからたくさん食べなよ。ありがとう、ふく。へへ、よし、じゃあみんな食べていいぞ。なんだと？早くお家に帰りたい。キキミュウミュウ、早く助けてきて。泣くんじゃない。さもないと。これはどうしたことだ。はっ、あ、はあ、こりゃまたなんだ。え、えい、ああ、なんてこった。あ、えい、レッドパワー、ブルーパワー、イエローパワー、今すぐ出てこい。はあ、太陽様、 お前たち、レッドパワー、これは一体どういうことだ。それじゃあこれは何だ。とっても綺麗なお花。えい、早く言え、この魔法のツルって何なんだ。キュキュミュミュ。ベビーバスの数学大冒険11話、足し算はしご。お前たちに最後のチャンスをやる。今度失敗したら、その時はとてつもない罰を与えるぞ。一番恐ろしい罰を。あい、大魔王様。ふん。キノコのおじさん、さよなら。助けてくれてありがとう。おお、キキ、ミュウミュウ、気をつけてな。モモ、フク、デンデン、ジャンジャン、ちょっと待ってて。すぐに行くよ。意地悪3人組なんかじゃない。俺たちにも名前がある。レッドパワー、ブルーパワー、イエローパワー。トト、なんだかおかしいぞ。それは足し算だ。とても難しいぞ。足し算？そう、数字の間にあるのが足し算の記号さ。2つの数字を合わせろっていう意味なんだ。足し算なんてできない。そうだと思った。大丈夫、僕が教えてあげるよ。僕と一緒に行ってみて。ベビーバス、キキ、ミュウミュウ、数学、ヘルプミー。 1たす1はいくらかな。モモがキャンディを1個持ってて、ミミ先生から1つもらった。合わせて何個持っているのかな。キャンディーは何個？キャンディー2個。ピンポン。キャンディー1個に1個を足せば2個になる。これでわかったかい？わかった。これは1たす1だね。それじゃあ1たす1はいくら？キャンディー1個に1個を足せば？正解。1たす1は2。それじゃあ、2が書いてある雲を踏めばいいんだね。うぇー、どうしよう。早くあいつらの邪魔しろ。うぅー、おぉ、
はい。気にしないで、とにかく問題を解くんだ。みんなを早く助けよう。うん、今度は私がやるわ。これは 1+2。 それじゃあ 1+2 はいくらかしら。服が魚のフライを1個持ってて、ミミ先生から2個もらったら全部で何個になる？3個。そう、 1+2 は3。じゃあこの雲を埋めばいいのね。イエーイ。 1+3 は？1+3は4。 1+4 は？1+4は5。2+2は？2+2は4。2+3は？2+3は5。ここが大魔王の城ね。みんなが中にいるはずだ。早く中に入ろう。よし。ドアがたくさんある。どのドアから入ればいいの？とにかく入ってみよう。キキ、どうしてまたここに？一体どうなってるんだ？